はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も、オクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、上級ジョブを取りに行きたいと思います。今日取りに行くジョブは、魔導士ですね。行きましょう。ちなみに、船を入手しないと取りに行けませんので、よろしくお願いします。それでは船で出航しましょう。スタート地点はここですね。トトハハ島の獣の浜停泊場。こっからスタートします。上の方に向かっていくと、ここにね、渦があるんですよ。渦が。で、これに近づくと、強敵との、戦闘になります。海坊主だったかな。結構強いので、そいつを倒せるようになったら、魔導士を取りに行くことができます。まあ、ここを抜けまして、まっすぐ行きますね。そうすると、島が見えます。その島に、魔導士がいて、話しかけると、ジョブをもらうことができます。ここですね。なんか迷路みたいな形の島になってますね。迷い道の島。危険度レベル45ですね。では、早速行きましょう。それでは、到着しました。まずね、セーブポイントありますので、セーブしてください。セーブしましたら、ここのはしごからスタートです。上に登ると、迷路みたいになってます。で、まずは、宝箱が結構あります。この宝箱、すべて取った方がいいです。まあまあ、普通の宝箱は別に取らなくてもいいかもしれないけども、赤の宝箱、あれは必ず取るようにしてください。取っていきまーす。迷い道の島、一つ目の重要なアイテム、これです。呪詛返しの首輪ですね。これ別の場所にも、一つあるかな。うん、これ二つ目です。かなり重要な装備ですね。そして二つ目の重要な装備、これ。忘れられた種族の探検ですね。この忘れられた種族系はかなり強いので全部集めちゃいましょう。そして三つ目、最後の宝箱です。ここが大賢者の杖ですね。三つともかなり、強い装備となってます。大賢者の杖、忘れられた種族の探検。そして呪詛返しの首輪。で、ノーマルの宝箱にはこれですね。イニシエの呪殺かな、これが入っております。そして島の奥ですね。ここがゴールと思いきや、ここはゴールではありません。違うんですよ。真の道とはここにはない。という風に書かれております。これ実は入り口すぐのところにゴールがあります。本当の道はここですね。この下から上がってきました。で、ここ、看板を見てみると、真の道を見極めようってなるんですけども、ここのね、看板から左に向かうと見えない道があります。ここが正解の道なんですよね。でも、下の方の道には重要なアイテムがたくさんあるので、そっち側も必ず行くようにしてください。で、こいつに話すと、魔導士をもらうことができます。簡単だよね。はい。そしたらもうすぐに消えちゃうんですよね。では、魔導士見てみましょう。こんな感じになってます。魔導士。んで、アビリティですね。これはポイントで取るタイプの、職業ですね。かなり強いですね。まずこれが全体に闇属性ダメージを与えて HP を回復する。すごいね。で、これも、全体に光ダメージを与えて、SP を回復する。この二つだけでもかなり強いんだけども、他でもなんかなかなか珍しい、スキルがついてます。このね、無限の刻印、これがね、なんか面白そうなんだよね。奥義なんですけども、味方単体についてるランダムな良い効果の一つを、ターン数無限にするんですよ。
これなんか面白そうなんだよな。なんか、すごく使えそうな気がするんですけども。まあどうなんでしょう。で、サポートアビリティも素晴らしい。この魔力の代償がすごく使いやすそうだね。使用する魔法は消費 SP が倍になるんだけども、効果が増加する。これはね、多分相当強い。そしてこれ。装備者の物理攻撃と属性攻撃のパラメーターは、どちらか高い数字と同じ数値になる。なんだよね。なので、物理アタッカーに、魔導士でもいいか。魔導士か学者をつけて、魔法攻撃にしてもいいんだよな。これはね、雑魚戦で相当使えそうな気がします。はい。ということで、今日は、上級ジョブの魔導士取りに行きました。場所はここですね。迷い道の島です。ここにいるボス、海坊主かな?あいつを倒せるようになったら、取りに行くことができます。多分40ちょっと。40ちょっとあれば勝てると思いますので。はい、ぜひ挑戦してみてください。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。